はい、こんにちは、スノーボッカーノクと申します。ウィニングレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、こちらイングランドの、アーセナルのねレジェンド選手が詰まった、ガチャ券が、はい、オンラインチャレンジカップの報酬だったかな、もらえたので、これをね今日はね回していきたいと思います。はい、残り2回ということで、2回引きますんでね、まあ、ただ内容的にはねあんまり僕はそそられなかったんですけれども、まあまあまあ欲しい選手は一応いるんでね。あ、そうか、アーセナルだけじゃなくて、今リバプールとか、マンチェスターユナイテッドからも来てますね。まあその辺だけか。はい、ということで行きましょう。チェルシーとかからも来へんのかな。でも不思議やな。 OK、 まあ行こう。さあまずは1回目。よし、まあこれでねレジェンドじゃないことが確定しました。いやーでもレジェンド欲しいな、さすがにな。あ、金。そしてこれはリバプールか。リバプールやな。5番、ワイナルダム。あ、ワイナルダム。うん、ジョルジーニョ・ワイナルダム、多分使わないですけどね。まあまあ持ってる、持っててもまあいいかな。はい、他に誰連れてくる。ロス・バークリーと、バークリーやね、これは。でハニエルか。はい、バークリーちょっと微妙やな。いつ頃が一番強かったのこのバークリーって。今チェルシーですよね。もともとはエバートンかどっかおったのかな、確か。はい、まあいいや、次行きましょう。まあ、残り1個ということでね、そもそも黒出るの、あ、結構黒出るな。おーっと、違う。1回ぐらい引いてもいいけどな。あ、来たか、これ。レジェンドっぽいで。レジェンドっぽい。え、僕ないわー。なんかちょっとね、なんだ、時間かかったらなんかレジェンドっぽく感じるんです。うわ、レジェンドですらね。黒ですらね。誰これ、ヤルモレンコ。はい、アンドリー・ヤルモレンコですね。ウエストハム・ユナイテッド。いやー、これちょっとでもね、いや、ちょっと不完全燃焼すぎるやろということで、あと2回くらい引こうかな。ていうか、次くらいだって黒出そうな気するもんな、このガチャの性能的に。性能といったらちょっと変ですけど、まあ、46個も黒あんねんから、1回くらい来るやろということで、まあ、多少 GP もね、あるんで、引いてきます。さあ誰来る。あかんわこれ。まあ黒かもしれんからね。黒かもしれんから。最後ほら金や。惜しいな。惜しいかどうかわからんけど、エバートンです。エバートン A 選手いっぱいあるからな。教授か、教授か。教授は3万円だから。ああ来た、リシャルソン。リシャルリソンやな。ごめんなさい、ちょっと間違えました。この選手結構上限レベルもあったりしていいっていう話をね聞いたんですけどね。ルーカス・ペリスト・ホールディング。はい、やっぱり上限レベルが64、90ぐらいまで上がるのかな、これ。ワンチャン上がりそうやね。スキルも結構ある。はいはいはい、いいですね。いいですね、じゃないね。黒出てへんから。もう一回だけ行こう。黒出るまで行こう。今日はね。それぐらいの心意気を見せていきたい。さあ、イングリッシュ。イングリッシュ。そして、黒出へん。いや、レジェンドも出ない、黒も出ない、マティプです。ジョエル・マティプ。195センチ。身長めっちゃでかいな。で、センターバックって空中戦強いやつ多いですよね。ジェリー・ギミノンとか来た。今、エバートンなんや。はー、なるほど。なるほど。いや、黒出へんぞ。やばいぞ。このままだと GP がどんどん減っていくわ。そろそろやで、でも。普通にマイクラブですから。レジェンドか黒は来てほしい。このイングランドのレジェンド、レジェンドが黒、うわ、シルバーって。え、石場所やか違う、アダマ。アダマトラオレ。せやん。ちょっと納得いかねえな。何の顔やこれ、ベン・ギブソン。バーンリー、バーンリー、ウォルバーハンプトン、ワンダーランズ。くそー。めっちゃ速いぞ、スピード95ある。すげえな。じゃないんだよ。黒。まあ、とりあえず何入ってるかもうあんまり見てなかったからな。そろそろ、あかん。
レジェンドと本当に縁がないんですよね。全然レジェンド引けた試しがない。まあ、リシャルリソンはね、いいかもしれないけど。おっと、来た、黒。ゴールキーパーや。多分持ってる。あこれはいいですね。普通に。2人目やけど。2回目やけど、まあまあまあ、レベル結構上げれると思ったら、最高かもしれません。ダビド・デヘア、もう28歳か知らなかった。28歳なんや、今ね。はい、ということで、まあね、とりあえず黒は出たけど、もう一つやな、これ。まあ、いっか。ファビーニョ。おファビーニョ。これ好き、好きというか、欲しかった。で、バロガンね。はい。ということで、まあ、以上。今回、イングリッシュ。これ、引こうか。いや、これはまた次回でいいか。今日引く必要もないしな。はい、ということで、はい、まあまあの、今日。引きます終われへんのかみたいな。一回だけ行くわ。黒電化ったらもう急いで撤退する。10分の1やからな。10分の1やから、どここれ。あ、無所属はいいよ。あ、せや、内容見直せとった。うお、黒来た。よし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 。誰来たんや。あ、ボアテングやな、これ。違うな。ボアテングでもないな。あ、左サイドバックばっかり来る。ダビド・アラバ。鼻大きいな、なんか。鼻の穴。大きいな、だいぶ。おー、まあまあまあ。ロックしとくわ。いや、ここはね、欲しかったけど、今作は別にいらんかったかもしれん。いやー、ちょっとまあ中身だけ見とくわ。最後にね。獲得候補リストで。やっぱノイアーとか欲しかったけどな。見てからやればよかった。ロイスとかも欲しいし、ボアテングとかも欲しかった。もう過去形やけどな。引けへん。でも微妙やな、この形実は。キミッヒも欲しい。まあ、こういう未所属の選手が当たるという意味では、まあ、ドイツのね、ブンデスの所属してる選手たちが当たると思えば、まあ、引いてもありなんかなと思ったけど、中身が微妙すぎるよ、これ。で、金になったらなんか、急に自由度増すな。未所属じゃないし。もうね、なんか自由度すごいますわ。これ使われやけど、イアゴアスパスね。どうなってんねん、これ。はい、ということでね、まあ以上、今日ね、ガチャ引いてきましたけれどもね。まあまあ、割と話題性はあるような選手がね、集まったということで、まあ良かったと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。